いつもご覧いただきありがとうございます。今日は車中泊用に作った携帯性のあるミニシンクですね。これについてお話しさせていただきます。この部分は電動式の蛇口ですね。そしてこれが受け皿ということになるんですけども、この排水口のところにキャップを接着してあります。この部分が電動ジャグジーの受け台ということになります。磁石でつくように缶詰の裏ですね、それを両面テープで貼り付けてあります。そしてこれ自体は米びつですね、プラスチックの入れ物になっています。こういう形ですね。これ自体が水を貯められます。これはダイソーで売られている水筒ですね。ビニールの水筒です。これを2つ用意してあります。1つはきれいな水を入れる袋です。もう1つは排水を入れる袋です。このキャップ付きのホースを取り付けます。そしてこの中に寝かします。この時にここは閉じておきます。こんな感じですね。そして蓋を閉めます。そしてこれを取り付けます。そしてこれですね、これをここに取り付けます。これでセットは完了です。こんな感じですね。次に排水の方をセットします。こんな感じですね。そしてこの中に入れます。そしてこの中に入れます。こんな感じでセットされています。それではスイッチを入れて水を出します。こんな感じで車内から外に持ち出して使うこともできます。そして今この穴から排水されたものはこんな感じで溜まっています。給水と排水用にビニール袋を使ってますので、ポリタンクのようなかさばる状況がありません。ですのでとてもコンパクトに作ることができました。そして車中泊や日常で被災した場合に雨水や川の水などを汲んで中に水を入れます。そしてこのような携帯浄水器、この場合はソーヤーミニですね、これを使うことによって雨水や川の水を浄化して飲み水や生活用水として使うことができます。内径6ミリのシリコンチューブですね、これを取り付けます。矢印の方向に水が浄化されて飲み水に変わっていきます。そちら側にシリコンチューブを取り付けます。こんな感じですね。これをこの中に入れます。そしてここから出して電動蛇口と接続します。
取り付けます。このような形で水が浄化されます。車中泊にも使え、そして災害等の非常時にも使えるミニシンクのご紹介でした。この動画が皆様の車中泊やアウトドアライフ、そして災害等の防災対策にも何かのヒントにしていただければ幸いです。以上です。ご覧いただきありがとうございました。